はい、ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、そして YouTuber を目指す皆様、YouTube 活動している皆様、やっぱり YouTube ってのは再生回数がものすごく重要だってことは皆様もよくご存知だと思います。今回ね、ガチンコマッチョクラブのミスター M さんはその再生回数を上げるためのちょっと工夫をね、何点かしてくださいました。で、その効果が直接的に出たのか、それとも偶然的に出たのか、今のところまだ分かりませんけども、ただ何がしかの効果が出たことが伺えるので、ちょっとね、今回その話をしたいと思います。この画面切り替えますので見ていただけますか。ガチンコマッチクラブのミスター M さんの動画の右のおすすめ関連動画のところを見てください。上の方から順番に見てくださいね。ほら、ミスター M さんの別動画があると思うんですよ。上から3つ目です。一番上が、アンゴローさんっていうね、投資系の YouTuber さんのものです。二つ目が、NTDTV ですよね。ちょっと公式テレビですね、これはね。で、その下、ニュース23とかって、有名どころが並んでますね。アクセスの高いものとか並んでます。そこに、関連動画として、数万回転の動画の間にですね、8回視聴ということで、再生回数高くないんですけども、Mr.M さんの関連として出てきてますね。この繰り返しがですね、関連動画で再生数をやっぱこう引き上げてくれる工夫になってきます。まあ、どんな工夫をしたのかをミスター M さんにお伝えしたんで、その方をね、参考にしていただければと思いますけども、とにかくですね、ここで大事なことは、今見てる動画の同じ動画、関連動画、続き動画、他の動画ということで、関連してですね、再生される可能性が高いってことなんですよ。一番いいのはこの関連動画の一番上に出る次の動画に表示させることなんですけども、ここがまだねできてないんで、おそらくですけども、おそらく私の過去再生履歴から次の動画ってのはチョイスされると思いますんで、ミスター M さんの動画、これもね、送っていただいた動画全部再生してるんですけども、まだ再生回数とか、まあ、SNS 特有のね関連度に鑑みると一番上ということにはなんなかったのかなと思いますけども、とにかく関連動画に出だしたということは今回言えるんではないかなと思います。引き続き工夫をね重ねていただきたいかなというところですね。それでは本日は以上ですけども、 YouTuber の皆さんもね、この横の関連動画に出るような工夫をやっぱ繰り返していっていただきたいと思います。どんな工夫をすればいいかということは Mr.M さんにずっとお伝えしてきたので、まあ、よろしかったらね、私に聞いていただいてもいいんですけども、 Mr.M さんの方にもお問い合わせをしてみてください。それでは本日は以上です。